え皆さんこんにちは。サンソンチャンネルの山口さんそうですで。今日はですね、タックの便宜強要先のですね、YY さんという方ですね、こちらの方の有罪ーー判決が確定したという話をしていきたいと思います。で、この方はですね、まあ、あの本人会計士に対する恐喝ですね、それからベンチャー企業経営者に対する名誉毀損ということでですね、懲役2年執行猶予5年の判決を受けておりました。まあ、前者はですね、400万の支払いを約束させて160万を受け取ったと。で、後者はですね、あの 警察から取りり調べをを受けてていいるとうう嘘ののニュースを書でですすね名誉毀損したとえそういうものでありますでこれ執行猶予5年って、ですねこれ、かなり長いです。執行猶予期間に全部空けないとあの、犯罪がゼロにならないわけですから、え5年というのはかなり長い、まあ、上限の期間ということなんですね。でちなみに、ウルフ村田も執行猶予5年という判決をもらっていますで。彼女がなんでそういう判決をもらったかというと、もう法廷での態度がめちゃくちゃに悪かったんですね。 まあ具体的に言うと、生年月日控えて、1906年と答えると、それで,ですねもう自分の弁護士からですねいい加減にしろと、そういうことを何回も言われると、そういう,ですねもう本当ふざけた態度を取って、それでまあ執行猶予五年というですね判決をもらったわけですよね。で、この方ですね、ワイワイさんについても、やっぱりその非常にまあ心証が悪いとまあいうことで、執行猶予五年という判決になったんだと思うんですけれども、これがですね、 1>, 1月15日に確定しまして、1月19日にです、ね、被害者のふ2人にです、ね、通知がされたということになっていきます。まあ、これから5年間です、ね、何もしなければ有罪、えー、判決がなかったことになりますけれども、えー、何かやってしまいますと、刑務所行きと,ということになるわけですね。で、私ですね、あのまあ、この方と一緒に株主提案とかしたことあったんですけれども、1階の飲み会の席で、ですね彼が私の方を向いて、ですね俺、アムスクっていう会社から金もらったよと。 いうわけで、すねでこう、まあ、一緒に株主提案とかしたことがあったもんですから、これ告発しないと、ですね私もなんか共犯者にされる恐れがありますので、まあ、告発したわけですね、こいつがあの利益を受けてるぞということでね。でそしたら、ですね当時の勤務先のまあタックに対してですね、まあ、株主総会でですね大騒ぎするとか、そういった嫌がらせをしてきたわけであります。でタックという会社も会社で、まあ、それを受けて、ですね、まあ、総会への言いなりになって、ですね、まあ、私を実績に解雇したということなんですね。 で私ですけれども、まああの、被害者の社会的責任というのを持っていまして、まあ、こういう場合、ですねやっぱり被害者がしっかりとですねその責任追及を続けていかないというと、同じように、ですねもう言われなきゃ理由で解雇される、そういう従業員がどんどん出てくると思うんですね。まあ、ですので、私はですね、まあ、自分にとってどれだけメリットがあるか分かりませんけれども、まあ、一生、ですね全力でこのタックですね、それからこの YYC に対してはですね告発を続けていくと、そうすることによって、第2、第3の被害者を防いでいくと、まあ、そういったですね社会的責任を全うしていきたいと。 このように、まあ、思っている次第でございます。はい、以上です。よかったら、チャンネル登録と高評価ですね。それから、あと、コメントとですね。まあ、投げ銭の方もよかったら、お願いします。どうも、ご清聴ありがとうございました。